入りましょう。あ、おー。でないと。でないと、なんだ？ここの元素の痕跡、少し強いわね。本を盗んだ相手はここで休憩したみたい。痕跡はまだ伸びているわ。追跡を続けましょう。この周囲にはいないわ。ずいぶん遠くまで逃げるのね。犯人はアジトに戻るつもりか。この近くにあるはずよ。元素近くなら魔力の流れさえも見えるわ。魔力の流れをたどって本を探しましょう。もっと早く。もっと早く。犯人は遺跡に住んでるのか？
モンドの人をそれにどちらかというと犯人は人に好かれないお邪魔虫って感じがするわね。本を盗むなんてヒルチャールらしくないわ。盗んだとしても巻き代わりにしか使わないでしょ。そうね、アビス教団の可能性が高いと思う。もともと神出鬼没な奴らですもの。それにこの遺跡の入り口に施されている元素封印もアビスの魔術師の魔力と似ているわ。封印？どう解けばいいんだ？また手間がかかったりしないよな。この程度の元素力で私を止めようなんて、私も舐められたものね。うえ、入りましょう。これが仕事モードのリサさんか。中は意外と広いんだな。まだ奥に行くのか。借りた本は返してもらう。例外はないの。これはお仕置きね。
なさい。ちょっとビリビリさせないで。うがしなさい。ビリビリさせないと。断罪の何よ。どれも人間。ゴバ、火を吹け。あなたたちがどこに隠れていようと興味ないわ。本を返してもらうわよ。アジトに隠れて封印までする暇があるのに、貸し出し手続きをする時間もなかったの？人の仕事に対する敬意がないわね。あの本のためか。モンドにもあの秘密を理解し、貴様は誰だ？図書館の司書よ。まだ質問はあるかしら？本を返してちょうだい。これが最後の警告よ。正体を隠すとは。ならばなおさら本は返せない。あの秘密に関わるものだからな。貴様、何をする気だ？この元素力、まさか。人の話を聞かない方には少しばかり罰を与えてあげないとね。仕事って本当に面倒よね。さて、本を探しましょう。この近くにあるはずよ。
の姫と6人の小人だな。名前は覚えてるぞ。これで間違いないよな。ええ、本が無事でよかったわ。でないと。でないと、なんだ、あれ以上すごい罰があるのか。でないと、私の薬剤学の研究成果を身をもって体験してもらうことになるわ。それにしても禁書エリアに分類されていない本をどうして盗んだのかしら。私がつけた表記以外、特に異常な元素反応もなさそうね。そうだな、普通におとぎ話の絵本だな。でも図書館の司書として面倒な仕事はこれで終わりよ。そんなに興味があるなら貸し出ししましょうか。期限は無期限よ。あなたのことは借り手ではなく保管人として登録するわ。これは信頼に値する市民への特典なんだから。特典というより面倒ごとを他人に押し付けたような感じがする。あら、私の仕事に何か不満でも？物分かりがいいわね。あなたを助手にしてそばに置きたいくらい。じゃあ今日のお仕事はここまで。先に戻っているわね。あなたも図書館にいらっしゃい。保管人としての登録手続きをするわ。お帰りなさい。本の保管手続きはもうできたわよ。ありがとう。あれ、そういえば何か忘れてるような。あそこの棚にあるのテイワット観光ガイドじゃないか。しかもいっぱいあるぞ。実はテイワット観光ガイドって定期刊行されてるものだから正式な所蔵品ではないの。はあ、好きなものを持って行っていいわよ。今日の助手としての報酬ね。あなたがいてくれたおかげで面倒な仕事も少しは面白かったわ。テイワット観光ガイドはオイラたちを釣るための餌だったのか。城を出て地下遺跡まで本を探すことになるのは少しばかり予想外だったけど、巻き込んでしまったお詫びにこの記念品もあげるわ。わあ、リサさんわざわざ用意してくれてたのか。今度一緒にお出かけした時に渡そうと思っていたんだけど、今度のことはまた今度にね。期待しといて。Thank you.